皆さんこんにちは、ケンです。今日は福井県小浜市にある若狭幹線林道、そちらの入り口に来てます。この林道は舗装路が最初の方はあるんですけども、途中からはもう、グラベルになってきますので、ロードバイクでは走れるとこではないかなっていう感じです。こちらの幹線林道が、福井新聞にも紹介されてますし、雑誌にも紹介されてますので、今日は私が走ってみて、どれぐらいの難易度なのか、そしてどれぐらいの距離、標高なのかっていうのを解説していきたいと思います。今日も暑くてですね、ここの福井県小浜市っていうのはつい最近日本一暑い、ところに認定されまして、 39.1 度かなまで過去最高レベル観測だそうです。今日も暑くて、35度ぐらい今あります。もう動画撮ってるだけで汗だくです。はい、ここに地図があるんですけども、カーナビとか設定するとき、エンゼルラインで設定していただくと近くに入り口があるので分かりやすいかなと思います。福井県っていうとこういうふうに海沿いなわけなんですけども、ここのスタート地点から山に登ってですね、展望台まで目指します。で、そこを尾根をずっと走るイメージだと思います。で、最後に三方五湖のところに出るっていうような形ですね。一応車でも通れるかなっては思うんですけど、ジムニーとかランクルとか、そこのオフロード車じゃないと走るのは厳しいと思います。で、私自身が若狭幹線林道の多分3分の1ぐらいまでしか行ったことなくて、ここから3分の1ぐらいかなまでしか行ったことなくて、タガラスとか三方五湖までは行ったことがないです。なので、どんな路面かっていうのはちょっと分かってはないんですけども、走っていきたいと思います。今回私の 3T エクスプローラーで行きたいと思います。 700C のホイールを履いてまして、前がパナレーサーグラベルキング SK の 38C ですね、チューブレスにしてます。で、後ろがグラベルキング SS のチューブレスの 38C となってます。これが SS ですね。で、これが SK ですね。フロントシングルの GRX、こちらで走っていきたいと思います。で、こちらの林道走るとき注意なんですけど、結構距離あると思うんです。なので、こういった夏だとボトルケージ2本だと足りないと思うんで、私今日ここに水を2本追加で入れてます。上には自販機とかそういうのがないの で、途中で降りるにしても、その降りるルートあるっぽいんですけど、一回その3分の1時点で降りた時に、土砂崩れとかで通行止めとかになってる可能性もあるんで、水分とかパンク修理キットは必ず持ってきましょう。では、行っていきたいと思います。1.6 キロ、途半高度130メートルですね。平均 7% ぐらいだと思うんですけど、この時点で、まず、
展望台があります。結構辛い。こまめに水分補給を取りましょう。ここまでだったらロードバイクでもかろうじていけるとは思うんですけど、苔とかがありますんで、やっぱりグラベルタイヤねの方が怪我のリスクとか落車のリスクは減るかなっていう感じはします。じゃあね、あんまり休憩すると疲れちゃうんでね、今日は私のリハビリライドでもあります。やっぱ結構忙しくてね、全然乗れてなかったんですよね。もうがっつり乗ってないのはどうだろう、2ヶ月ぐらいがっつり乗ってないですね。行きましょう。今 2.5 キロ時点、203メートル登ったとこ、グラベルが現れました。まあ典型的な砂利道なので、ここはよし、滑らないようにだけ気をつけて、踏み込まないようにくるくるスピードとさず回していきましょう。で、2.6km、ちょっと初めての下りが出てきましたね。はい、よし、スリップ注意でいきましょう。ふい、おー、ちょっと登ってまた下るみたいなアップダウンですね。あー気持ちいい。あーめちゃくちゃ涼しいっす。うぅ、水たまり。まあ昨日の朝は雨降ってたんでね、ちょっとこういった水たまりとか、泥ですね、まあ注意したいと思います。で、福井結構雨でね、福井県最近結構雨がひどかったんで、土砂崩れとか注意しながら走行していきたいと思います。松林のグラベルっすね。あ、結構砂細かいとこありますんで、やっぱり推奨は 35C 以上かな。32でも走れなくはないけど、
テクニックがいります。あと、まあ、ちょっと走ってる動画では見づらいと思うんですけど、デコボコしてますんで、そこで砂に取られちゃうと、落車しちゃうんでね。まあ、タイヤは 35C で。で、38のグラベルキング SS、後輪の方だけ SS なんですけど、やっぱり SS だと、セミスリップなんで、スリップしてしまいます。なんで、やっぱブロックタイヤで、この若さ感染リードを送るのが一番おすすめです。まあ、スリップはスリップで楽しいですけどね。こういうカーブの時にグッて後ろ側で滑るんですよ。よし、再び舗装路来ましたね。この舗装路の安心感といったらもう、ああ。7パーか。はい、4.7 キロ、282メートル登ったところ、またグラベルが出ました。先ほどのグラベルと比べると、さっきはなんか人工的なね、さっきは人がよく、まあ、工事現場とかで引くような、石が敷き詰められてたんですけど、ここは、ちょっと自然の岩とかが、多いですね。なんでトゲトゲした岩があるんで、トゲトゲした岩とかが多く出てきてますので、パンクには注意しましょう。よし。まずい。埋もれますね。ああ、ここやだな。こう行くか。こう。走りたくない。沈む。めちゃくちゃ景色いいやん。伝わるかな。ほら。こっちもこっちで綺麗なんすよ。すごい。結構登ったな。ここで今4分の1ぐらい。4分の1のところで超絶景があります。海、山、グラベル、最高。最高やないかい。で、
ここに休憩所があります。でこっからの景色見てください。めっちゃ最高なんすよ。いつもは、まあ、もうちょっとこの先に下る場所があるんですけど、そこで飼ってたんですけど、今回は冒頭で述べたように味方5個まで頑張っていきたいと思います。行きましょう。じゃあ今からね、タガラス、休憩スポットもなさそうですね。あの展望台みたいなとこ、セグミまで行くしかないって感じですね。なんでもうゴールまで一気に行っちゃう感じでございます。じゃあ味方5個目指して、行ってきます。よし、あ、タクシーかな。わからない。オバマ側から約 7.5 キロ時点でちょっと路面変わりましたね。なんていうか難易度が上がりました。まあ楽しいですけど、あ、一瞬だけだかな。ちょっと今ヒヤッてしましたけど、結構鋭利な岩とかが出てきたんでね、ここでパンクはしたくないからね。うん、はい、このたまに舗装路が出る感じがやっぱりグラベルロードが一番向いてんじゃないかなっていうとこですね。
おっ、でかい。いや、おお、若狭湾です。あー、綺麗。あー、おそらくここがラストの休憩所になります。で、もうちょっとで終わりだと思います。今16キロちょい過ぎたぐらいですかね。結構アップダウン激しくて、ここ難易度高いと思います。あと下りだけだといいんですけどね。じゃあ行ってきます。あれ、土砂崩れか。うん、どうやら一本道間違えてるな。戻りましょう。
はい、今戻ってきました。結構行ってて、まあこの道からずっと下ってきて、まあまっすぐかなと思ってこっち側行ったら土砂災害なのかちょっとわかんないですけど、まあちょっと通るの難しいかなって感じです。道路があるんで、もともとあそこも道じゃったんじゃないかなと思ってます。で、こっち側にね道があるの覚えてたんでね、あと車ともすれ違ったし、ここじゃないかなと思うのでちょっと下ってみます。そうね、 iPhone の地図見たところで載ってないんでね、こっちを下って行きたいと思います。なるほど、ここに出るのか。はい、無事にスタート地点に戻ってまいりました。帰りはですね、小浜の海沿いを走って帰ってきました。で、今回、初めて走り切ったわけなんですけども、そうですね、グラベルのレベル的に言うと結構上級者向けかなっていう感じがしました。で、やっぱりタイヤは 35C 以上ないと厳しいかなって感じします。32でもいけるけど、ちょっと、まあ、やっぱり埋もれて、細かい砂のところで埋もれちゃったり しちゃう可能性がありますね。で、改めてちょっと今地図見てみるんですけど、で、今ここにスタート地へ戻ってきてこう走っていくと、で、小浜からスタートするのがやっぱりおすすめかなって感じですね。小浜からここかな、ここら辺の展望台は皆さん見てもらったと思うんですけど相当いいですね。で、ここまででゴールにしてもいいんじゃないかなって個人的には思います。で、戻ってっていうのも、で、こっから先はもうひたすらアップダウンが続く道を走ってきます。で、まあほぼほぼグラベルですねを走っていくんですけど、まあここまでは全然迷わず行けましたと。で、今車のマークありますけど車は走れないですね。もうで、今回多分迷ったところこうまっすぐ行って合ってたっぽいんですけど、ここからねなんか点々点ってなってると思うんですけどね、本当はこう出るといいんかもしれないですけど、今回ここまで来て引き返してセグミだっけ、セグミのところ出てきて、で、こう162号線、ここめちゃくちゃ綺麗なんでロードバイクで走るのもおすすめです。走ってきてゴールっていう感じですね。はい、まあ一応書いてありますね、全長が22キロで、私の
ブライトンのやつだと、24キロぐらいで獲得750ぐらいですね。はい。162号線は、まあ、普通のロードバイクであれば1時間で、セグミからだと戻ってこれます。もしくは、三方湖から、三方湖沿いでね、イカ丼とか食べて、こうやって、ぐるーって帰るルートも、そっちはとアップダウンが少なくて、まあ、平坦好きにはたまらないルートかなっていう感じですね。はい、めちゃくちゃ疲れました。ここのルートは、まあ、福井新聞にも出てるぐらいなとこなので、ぜひね、皆さん、グラベルロード持ってる方、まあ、もしくはマウンテンバイク持ってる方、福井県に来た際はですね、この小浜の若狭幹線林道、来てみてください。はい。では、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。